西中西子だよ。今回は要望の多かったアビュリティの追加講座、スクリプトの入れ方やその使用例、ついでに気に入ってる演出とかも合わせて実演、 MV5 作品分のメイキング付き。最低限の導入はもう済んでるかな。ここにいろんなものを入れてできることを増やしていくよ。必要なものと導入方法を先に紹介していくから、まず見たいって人は概要欄に全部載ってるので飛ばしたり戻ったりしてね。あ、アビリティのあるところにスクリプトって名前のフォルダがない人は右クリック新規作成フォルダーって作っておいてね。はい、今回ここに入れていくものリスト。1、さつきさんのいろいろ。文字のもアニメーションもカスタムオブジェクトもまとめて入れられる楽。 URL1 をクリックしてダウンロードボタンをクリック、右クリックで全て展開。 ANM や OBJ や SSD のフォルダをスクリプトフォルダにドラッグ&ドロップ。 OK。 次に Tim さんのシーンチェンジ。シーンチェンジは増やしておいて損はないです。 URL2 のシーンチェンジセットのダウンロードをクリック、中のアットシーンチェンジセット T.SCN をスクリプトフォルダに突っ込んで OK。 次、イージング。ロキの PV 作成キットな動画でも説明したらね、かっこいい動きができる。 URL さんの動画の URL から右上のダウンロード、右クリックで展開して PNG 以外全てスクリプトフォルダへ。最後、PLG 出力。アビリティでサムネを作るときだけでなく MV 作成でも結構使える。 URL4 の PNG 出力をクリックしてダウンロード、右クリックで全て展開。中の .auf をアビリティのプラグインズフォルダへ突っ込む。プラグインズフォルダがなかったら作ってね。あと、アビュリティ以外でもちょっと紹介。めちゃくちゃお世話になっているフリーソフト、フォトスケープ。画像の加工やトリミングや連結や、入れといて損はないよ。ダウンロード方法などの動画はこっち。ほんと、説明不要。こんな動画と URL ずらっみたいなのがあるから、よければ見てね。UT コーデック。こっちの動画でダウンロード方法などは紹介してる。これを入れてると透明度のあるまま出力できるので、動画素材を作ったり配信とかで使える。カットイン用の動画を出力できてしまったりみたいな。さて、お待たせしました。実演ですが、 Twitter で立候補してもらった方の MV を例に挙げていくので、気に入った人や演出があったらぜひフルで見に行ってって感じ。もともと入ってる機能とかもちょこちょこ使ってくね。一つ目の動画制作、制作工程見せながら解説していくね。シーンチェンジはフィルタ。シーンチェンジ、右クリックで中間点を持って、もう一回右クリックで均等配置をすると切り替わるとかが分かりやすい。ルミナンスとか読み方わかんないこれとかとても好き。月氏の文字アニメーションは普通のアニメーション効果を出すのと同じですね。テキスト、アニメーション効果選んで出すスピードなどの調節。数字は全部説明するのは大変だけれど、いじって再生すればなんか違いがわかる。文字なんですけれど、歌詞に合わせて出したりもできるんですけれど、歌と同時に出てきても読めないし、お歌のテンポに合わせて一つ一つ調整するのも大変だし、結構科学とか時間をゼロにしたり、文字ごと任意のチェックを外したり、マッと出る感じの方が見栄え良くてお手軽。時間を 0.1 とかにすると良くなることも多い。あ、テキストは以前字幕アシストを紹介してたんですけれど、同じ演出が続くときは伸ばして右クリックで分割して文字を差し替えるってした方が早いですね。あと、ずっと止まってる画面より動いてる方がなんかいいので、音声波形とか背景動かすのがおすすめ。後ろがずっと動いてるのは画像のここをクリックして直線移動。動かし出すとこに合わせて画像の位置を合わせて、動かし終わりに合わせて画像の終わりの位置を合わせるだけ。途中で動きを変えたいときはその場所で右クリック中間点、色とかも動かしたり変えたりできるので、出張補正もお試しあれ。音声波形は右クリックでメディアオブジェクトの中、透明度や色や高さなどを変えていい感じにすればいい感じになる。あんまり波形が動いてくれないなーって時は音量ってところを変えてね。これは図形です。黒べたや文字の後ろの枠とかは使いやすいですね。黒べたはメディアオブジェクト、図形の背景、色や Y 軸の数字はお好みで、後ろの四角は図形の四角、縦横比と拡大率でいい感じにします。縁取りもちょっといい感じにしやすいですね。あ、今回のフォントはこの動画のこれと、ユーミン帳、いろいろフリーフォント入れたのにユーミン帳に分けることよくありますよね。悔しい。最後の消える演出はフェードで前は0、後ろは何秒かけて消したいか、または透明度を直線移動で100に。2作品目に行きましょう。こちらも立ち絵だけだったのですが、なんとかそこそこ動かそうと頑張りました。素敵な背景がありましたので、これを拡大して一部分だけを写して使い回ししまくります。あ、1つ目背景も2つ目の背景もピクサレイからダウンロードしています。再配布すらできる素敵なサイト様、フリー素材まとめの動画でも紹介してるから、よければ見てね。今回立ち絵も一緒に動かすために
グループ制御を使っています。右クリックメディアオブジェクト、グループ制御、対象にするレイヤー数を選んでその数同時に動かせる。黒背景や白背景からシーンチェンジのフェードアウトインは使いやすくていいですね。これはランダムラスターです。かっこいいロックな曲でも雰囲気のいい曲でも使えるのでとても好き。めっちゃジャキジャキと読めない、読みづらいってこともあるので数字をいじったら必ず再生して確かめようね。ちなみに今回もフリーフォントダウンロードしてるのにユーゴシックライトに敗北しました。これは音声波形を拡大表変換で丸めたものです。拡大で大きくして最後をフェードで削ってしました。白く輝いて見えるのは拡散光ですね。組み合わせ、そう、極座標変換で丸めると素敵になります。回転もさせるとさらに楽しくなります。いいぞ。レンズブラーとフェード3、ここはとてもごちゃごちゃしてるように見えますが、やってることはとても簡単です。グループ制御を重ねまして、上位グループ制御の影響を受けるにチェックを入れますと、今回だと下の方ほど動きが大きく速くなる。なんか一定の差をつけていって時にどうぞ。この帯は四角形ですね。オーバーレイでいい感じの色が出たりします。最後のここはカスタムオブジェクトの星です。星とか雪とかあるだけでインもなく素敵になるので乱用できます。速度や個数は特に調整してね。3作品目、フォトスケープを布教したかったっていう人がかなりあります。動画を作り始める前に例にもれずピクサベイからたくさん画像を持ってきているのですが、こちらを条件に合わせて色あさせたりぼかしたりするために取り出しますわ。フォトスケープへドラッグ&ドロップで入れたらフィルターをかけたりパステル風にしたり線を抽出したり、わかりやすい和正義。これで何種類かスワイファブを増やしました。さて、この背景がブレてる感じですけれど力技です。中間点をもう何も考えずビシビシ打って適当に全部ずらして再生して、ここ動き早すぎではってところをずらし直す。おしまい。手ブレカメラ効果みたいなのもあるんですけれど結構ブレブレするので私あんまり使えてないです。ここのにじませていくのは、にじんでる差分を重ねて透明度 100% から 0% へ直線移動ってしてます。アビリティで色を加工したりにじませたり全部完結っていうのもできると思いますが、なんか分かりやすいし早い気がしてフォトスケープで下ごしらえしちゃうんですよね。最初のここにも言いましたが、画像を動かすんじゃなくて最初から動画を使っちゃえばそやかめになってきます。ピクサベはフリーの動画素材も動いてくれます。時計を止めての止まったのは編集 PNG 出力の画像にしたものも置いています。目をつむるのはちょっと難しいかもですけれど、右クリックで上のオブジェクトにクリッピングという、上のオブジェクトにないとこは見えなくなる機能があるんですね。大きな机の丸を置いてそこにクリッピング、中間点を使って縦横比をゼロにすればこの通りって感じです。クリッピング覚えると少し楽しいですね。テレビの表現もアビリティでできないことはないと思いますが、拾ってきた方が単純。ありがとうピクサベイ。シーンチェンジは一番上に置いて全部チェンジしなきゃいけないなんてルールはないので、背景だけシーンチェンジとかよくやります。この時間移動で登場っていうのとか時間 XY とか好きです。シーンチェンジのためだけでなくある限り吹き続けるみたいなのもフィルターオブジェクトにはあるので、気に入ったものも探してみてくださいね。ここはさっきまで使ってたものたくさん使ってるとこです。ここ好きです。もうこんな凝ったような動画作らずに、この演出で統一して MV 作ってもいいと思う。これはノイズですね。イラスト屋の音符とハートなんですけれど、もうイラスト屋とは思えない。ここに拡張描画っていうのもありまして、画像の中心を変えたり、Z 軸以外の傾きや回転を作れて素敵なので、取り入れてみると素敵になれます。こんなものかな？今回素材集めに4時間ぐらいと制作に3時間かかってないくらいって感じなので、画像パパパパって集められちゃう人はほんと低カロリーに凝った感じの動画作れる作り方ですね。先に5個目に作った方、動画でのご提供大変感謝。単色化でシルエットにしたり一緒にコーヒー豆を回したりしているだけですね。コーヒー豆はやっぱりフォトスケープにお世話になりました。この画面半分だけ動かすだけでも MV いいですよね。簡単ですし楽しいですし、立ち絵だと動きが少なすぎってなるかもですけれど、やっぱり動いてもらえると助かりますね。この人はシルエット AC、 この引き出しはイラスト AC ですね。イラスト AC、 こんな感じの素材がたくさんありまして、一つだけ使いたいので切り取る必要があるんですよね。フォトスケープのトリミングではそこだけ切り取れないって時はペイントソフトを使いましょう。有料ソフトがない人にはファイアーアルタカをおすすめしています。導入はこっちの動画でも解説してるね。これはクリッピングです。画像などの一部分を切り取れます。これも直線移動でだんだん消してる感じができたり、本当に難しいことなんて一切してない BB です。お手軽。そしてこっちが4作目、難しいことはしてないんですけれど、これ大きな文字のサイズ上げるとめちゃくちゃ重くなったり止まったりするんで、カッコしてください。かっこいい動きのできるイージング、同梱の画像のように動かせるって言っても多すぎるしよくわからないと思うので、とりあえず15か16
でいいと思います。インシングを選んで、ここで数字を入力すると、その動きになります。よくあるのが、拡大縮小などと組み合わせて使うとき、思ったようにいかないこと。拡大縮小もイージングにしないとダメなので注意が必要です。はい、これやりたい人多いと思います。何やらこれをするためのものもあるみたいなんですが、うまく使えなかった子なので力技です。動きがこっからここまで、中間点こっからここ、中間点こっからここ、中間点ですね。早く動いたとこやテンポが合わないところを中間点調整ってやつです。案外一瞬で終わる。ここで止めてるのは BNG 出力ですね。つなげてるやつですけれど、これもフォトスケープ様々ですね。結合こういったサムネつなげて Twitter に投げるときにもたびたびお世話になっています。さて、演出の紹介とかいかがでしたでしょうか。気に入っている簡単な演出は他にもあって、一番上にカスタムオブジェクトの音声波形、下に歌詞みたいな感じのワンシーンのみでも十分にかっこいい演出になると思っています。こういう演出も好き。クリッピングしたり、ぴったりに合わせた机にクリッピングしたり、あとはアビエルというで全部やる必要がないと思ってるので、例えばぽよぽよジフメーカーで動きのある画像を作ってきたり、フォトスケープでフレームをつけて並べるとかですね。コスパのいい演出いろいろ探してみてくださいませ。動画や MV の中で使ってた演出の仕方でわからないものなどありましたら、いくらでもコメント欄で聞いてくださいませ。概要欄にはたくさんの URL やご協力いただいた5名の方のチャンネルや動画も載っているので、よければ見に行ってくださいね。それでは西中西田でした。またね。